ドーエインリー・ベーコン・ジュニアは、アメリカ合衆国、フロリダ州レイクランド出身のバスケットボール選手。NBA のオーランドマジックに所属している。ポジションは、スモールフォワード。フロリダ州内の高校の転校を繰り返した後、最終学年の2013年に、バージニア州の強豪オークヒルアカデミー高校に転校。大学進学の際に、オクラホマ州立大学。 オーバーン大学、ジョージア工科大学といった有力校からの誘い受け、最終的にフロリダ州立大学に進学。1年生時の2015から16シーズンに平均15.8得点5.8リバウンドを記録したベーコンは、2016年の NBA ドラフトにアーリーエントリーする予定だったが、直前で回避。2年生の2016から17シーズンは、 平均17.2得点4点にリバウンドと数字を伸ばし、NCWA トーナメントにも出場。ACC のセカンドチームにも選出された。ベーコンは改めて2017年の NBA ドラフトへのエントリーを表明。40位でニューオーリンズ・ペリカンズに指名された後、シャーロット・ホーネッツに権利が移動。7月6日にホーネッツと2年契約を締結。 2017から18シーズン開幕戦のデトロイトピストンズ戦でマイケル・キット・ギル・クリストとニコラス・バトゥムが負傷で欠場した関係で先発出場を果たした。ありがとうございます。